ラジオペンギンと出版皆さんこんにちは西笠井出版という国内最弱のヤバい出版社の、えー、経営をしている中村慎太郎と申しますはい、えー、その相棒の足かと思います <laughs> で今日はなぜちょっと丁寧に言ったかというとはい。<laughs> あの別のチャンネルは結構聞いてくれる方多くて何番とか言ったりするじゃないですか、西笠西出版のこの YouTube は誰も聞いてない <laughs> <laughs> あのマジであの校長先生とかの話のほうがま聞いてると思うんですね、<laughs> みんなね。でもあのどうしようかなと思ったんですけど、はい、じゃあ好きなことやろうかなと思って、うん、え一応出版業界の話でもあるし、はい、これ、すみません、足川さん、炎上必至です。マジか あのネガコメ炎上必死なんで、ネガコメは僕頑張って消していきます。低評価も多くなると思うんですけど、ひまそらあかねさんという方がいて、この人はユーノーフー。どんな人ハリー・ポッターに出てくるボルデモートっていう大悪の王みたいなのがいるんですよ。その人の名前を言っちゃいけないって言ってて、名前を言ってはいけないあの人みたいな。 えっとですね、これ右翼と左翼みたいな話とつながってくるし、うんはい、結構めちゃくちゃ面白いんですけど、はい、ものすごく複雑なのと、うん、これ言ったら訴訟されるみたいなキーワードがめちゃくちゃ多いです <laughs> 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 この人にこれ言ったら、はい、訴訟されますねと。はい、であのやっぱ弁護士とか政治家とかまで出てくるから、うん、うっかりそのねなんとか弁護士はこんなこと言ってとか言うと。 もう即来ます。危険ですね。そ、そ、即死します。はい。え全部かわしながら行くと、某氏が某所で某を言っていたからみたいな感じになるんですよ。でも、はい、そこまで行くと、全部追ってる人じゃないと、もう何にも理解できないんです。うん、うん、うん、うん。確かに。うん。結構切り抜きとか難しい感じですね。そうですね。だから、カルピスの中のあのアイコンのあの人がって言われて、わかります。わかんないですね。全然見にわかんないでしょはい。あの、カルピスっていう集団がいるんですけど。 その中に所属してる人が結構割れていて、うん、そもうアイコンでも指定できちゃうから、なんとなくあのアイコンねみたいな全然何のことかさっぱりわかんないんだけど。<laughs> <laughs> 暗号みたいですよ。暗号でやらないと訴訟されるから。<laughs> はい、そうそうそう。っていうので、今訴訟もかなり入り乱れていて、はい、大きいトピックで言うと、はい、今更さらあかねさんは寄付金を1億5000万集めていて、うん、もっと言ってるかもしれないですね、今ね。 今沢さんが集めていてそのお金で国じゃあ都かな党を訴えてるんですよ東京都を訴えてるんですよなるほどなるほどそれである種の利権に切り込むようなことにもなっているのとその利権側は何とか防ごうとしますよねまずね利権だと思ってなくて本当にその活動が正しいと思ってる人たちもいっぱいいるわけですよね確かに確かにねはいいますね 正義ののでで末端の人はやってるんですようん、うん、だけど上の方を見ると仕組みが雑で、はい、よく会社でもあるじゃんよくさあのちゃんとみんなやってるんだけどあれ見たことね会長の給料月300万って書いてあるけどなあ,<ー>あ,ありますよねな,なるほどね,、うん、ほどねありますねはいでその手のやつまあそ,うですそれは全然違いますよ会長もいないし全然違うんだけど、うん、そういうシステムをちゃんとしましょうねみたいなことをひまらさんは本来言ってるんだけど、うん 暇さまさんがそのレスラーとしてはですね超ストロングスタイルなんですよ、団体入んないですよ。フリーランスで、団体入んない、一応タッグパートナーはいるんで、それが突然、リングに現れて、無双の活躍をして、破系そうそうそう、そう誰ともつるまないんですよね。だから、言いたいこと言うんで、それがね、いろんな人の感情を逆なでしてくんですよ。 僕もちょっと嫌な時あるもんねやっぱ嫌なっていうのはんていうかあこういう言い方しなきゃいいのになと思う時はそれはしょっちゅうあるんですよでもそれが彼のスタイルでそもそも出版の話に入っていくんですけどそもそもこの暇空あかねさんって人は誰なのかっていうのと本を出て脅迫で出版停止に追い込まれるかもしれないみたいになったんですよ 中止されないでやるんですけど、大きい出版社が出るんですよ。しか再出版ではなくですね。ではなくですね。うちでやったら多分家事も、家事炎上してるかもしれないね。場所も割れてるしね。消えていってるんでしょうね、いろんな関係者が。物理的に燃えてなくなるかもしれないんで、あと扱えないですね、多分ね。希望的にもね。もう政治であり、利権であり、最前線だからね。 めちゃくちゃ面白いんですけどさておきアニメートっていう会社がアニメート分かりますよね本屋さん結構オタク向け本屋さんみたいなねとかでそこが取り扱いしてキャンペーンやろうみたいなこと言ったら突然中止になったんですよ突然中止になってなんだろうと思ったらひまそらさんが口止めされたんだけど言いますって言って実はその。 発売すると京都、はい、アニメーションをなんか大庭さんっていうちょっと、うん、あの何ですかね、えー、まあまだ確定したかわかんないですけど、うん、ある種の妄想に取り憑かれて京アニにハクられたって言っている人が火をつけて三十何人も死んでしまったというすごく痛ましい事件があったんですけどそれをやるぞっていう脅迫があったと。アニメと本社かわかんないでそれを口止めされたんだけど。はい もうこれ出しますって出したら、<laughs> その日に T. B. S. ニュースとかで。出したんだ。出しちゃう。T. B. S. ニュースで、今ソらあかねという名乗る自称ユーチューバーの男性が書類送検されましたっていうニュースをやったんですよ。はいはい、でもそれは書類送検だけど、書類送検って。なんかされるもんらしいんですよ。はい、ああ。警察が、はい、あの、要するにこの人は捕まえる必要ないと思っても、うん、一応検察には送るらしいん書類を。はあはあ。うん。 身柄逮捕とか結構大事なんです書類送検で相当処分厳重処分相当処分なんとかってあって、はい、厳重処分っていうのは警察がこいつやばいから起訴して裁判して捕まえようっていうやつで、はい、相当処分はまあ出すけど、うん、起訴とかしなくていいんじゃないですかみたいなやつだっってこれがニュースになることほぼないんですよ、はい、相当処分だったら。で、うん、でもそれでだから発売、えーと キャンンペーン中止の発表がアニメートからあって起訴されたってのがあって、うん、それを使って追い詰めようみたいな作戦だったんじゃないかというふうに僕らは思ってしまうんだけど、うん、おそらくただの偶然なんですよこれはほう偶然なんですかそう,うん、うん、偶然に思えるか思えないかはあなた次第ではあるんですけど、はいはい、これを 例えばですよ、テレビ局と何とかが仕組んで、犯人が仕組んでたなんてことを、これ、僕の意見じゃないですよ、もしそんなことを仮に私が言ったらですよ、これ、テレビ局の名誉を毀損してしまうじゃないですか、テレビ局、そんなことは絶対しないし、偶然なんです。ななるるほほどど深いですねというふうに、喋るのが難しいコンテンツいも難しそうなんですよ。 黙っっっっててよううかなちちょっと思っちゃいましたそこれでやってる人は大体 VTuber とかで身柄が割れてない人で、うん、身柄が割れてる人はもうみんな言いづらい。ですね、うん。でも一応出版業界の話だし、はい、言いたいことが一個あるんでううこれはちょっとやっていくんですけどこれはなんかいろんな人が聞いて。うん 場合によってはめちゃくちゃ炎上するかもなんであえてこの聞きづらいラジオスタイルでやってるんですけど <laughs> あの普段その聞いてくれる50人ぐらいの方に説明しなきゃいけないんでちょっと時間はかかるんですけど一から説明していくとですね暇空、はい、あかねさんは、まああのまあ、ちょっと何ですかねはハイゲーマーですね。ハハイイゲーマーマ<イ>のどっっちのハイですかねええっと とかあな,るなるほどなるほどであの「ハイって言うんですよネットゲームでーネットゲームの上級者「はハイって言うんですよそうなんですねそう追廃とかいう意味とかあっ<ー><が>そ,それのもとなるほど,なるほどだから「ハイギルド」ってのがあってはいはい しかいいなレベル100マックスだったら100だらけみたいなハイギルドっていうんですよ。僕も有名なハイギルドのマスターをやってて、ラグナのオンラインってやつなんですけど、すごくこの世界観が分かるんですけど、この人はウルティマオンラインってい日本で流行った MMO っていうマッシブ・マルティプル・オンラインゲームっていうんですけど、要するに大規模同時接続ゲームですよね。 それのハイプレイヤーで、うーんえっと、まあ、なんていうんですかねこ、こういう人いるんですよ、ネットゲームやってると。俺、あの、どうしても勝てないやつが何人かいて、はい、その一人が、僕は東大通わずにネットゲームやってたわけですね。<laughs> そのもう一人は、慶応通わずにネットゲームやってた。<laughs> <laughs> なんだっけな、名前。 お前痩せちゃったけどそいつは騎士なんだけどめちゃくちゃ強くて僕はハーベストのマスターだったんですけどハーベストっていうハーベストの上にカラーズっていうのがあってカラーズがどうしても勝てなくて。 で、カラーズのボスは、穏やかそうな坊主の長野の税理士なんですよ。じゃ、分かってるんですね。そう、それ、会ったことあるんですよ。あ、でも、一緒に飲んだこと。ええ。で、カラーズっていうのは、そのコミケで、ボランティアしてる人たちの集まりだったんだけど。そこに、なんか、だんだん、要するに、大学生の時の、コミュ障の僕と。長野の税理士のコミュニケーション能力が全然違ったわけ彼は堅実に使える人材を集めていって。得意そう。そう。そう。 着実にやっててい僕はなんかあのもういつものあれだけど結構仲良くなった人すぐ入れちゃったりして結構仲悪くなってくるんですよ。もめてくんですよ。そういう世界で言うとその一番強いギルドの一番強い人だったのが暇空さんみたいな感じですよね。やばいだろこいつみたいな。なるほど。なんかあのウィキペディアによるとお父さんと喧嘩してお父さん刺したらしいんですよ。 それで警察が来る途中もウルティマンオンラインやってたそうです <laughs> すごい何言っとんだって話なんですけど <laughs>、まあ、ウィキペディアによると、はい、それでは親を恐怖された恐怖させたというふうに、うん、あこれネト解戦記に載ってんだうんあこれが寝トけ戦記の内容の1話だってそうなんだそう僕寝トけ戦記まだ読んでなかったんですよ、はい、あのこのコラボコラボ問題っていうんですけどまあ要するにこの 今ののののメイン話昔ことだからよく名前が出てきた時の出来事ですよねコラボ問題さあ消えちゃってあ消えたしまった読もうと思ってたのにと思ってそれそんなに読みやすくはないんですよ内容は結構濃そうなんですけど「寝陶げ千金」っていうこれ本のテーマですよねそこまで行くのにちょっと時間がかかって消えちゃってそしたら本が出るよってなっててそしたらネットに上がったんですねうんそうそうそうノートであノートでなるほど で、えー、と彼はそのウルティマオンラインすごい詳しいから、うん、攻略本の編集とかになんか学生ぐらいの時に、ね、ああなるほど学生なのか通ってなかったのか、はい、あ大学生の時かな多分あれもともとアメリカかなんかのゲームで日本語版にこう翻訳されたものをじゃあ僕らがやってたって、ね、ウルティマオンラインですか、うん、ウルティマオンラインは確か海外だった気がします,よ、ねですよね、確かアメリカだったと思うんですよね うん<僕>はいウルティマオンラインはちょっとしかやってないんですよね。僕のラグナロクオンラインのいたギルドでハエギルドハーベストはもう炎上しっぱなし、はい、めちゃくちゃ炎上したんです<上>ハーベスト <laughs> もう俺20年前に炎上してる。<laughs> なんかサーバー移行してサーバー移行っていうのがあってフェンリルサーバーってとこにいたんですけどフェンリルから美情に移ったんですよでその時に僕がホームページに「新サーバー行って俺らが最強になろう」って書いたら「最強最強だよこいつら」みたいな,なんか最強か笑い笑い笑いみたいな感じでなんかめちゃくちゃ炎上して要するにみんなもなりたかったんですよそこにハイ切ると来ちゃうと自分たちなれないじゃないですか。イラッとしたんだろうね 僕はそのオフ会行くと最強の人って言われて、最強さんで、最強の人来たぞそう街中でその時のネットゲーム仲間から今ライン来て、親父の会社都合かなやんでんだけどどう思うって話しててちょっと付き合いが残ってるんだけどね。はい。うんうんうん。でウルティマオンラインやってて本出したりして、その後セガに入るんですよ。ほう。 セガで普通にゲームの仕事して、はい、でち,ょちょっと細かい時系列僕ネトゲ占記見てないんで、うん、はっきりしないんですけどそのあ、えー、となんかちょっとなんか挟んだ後にグラニっていうスタートアップのゲーム会社に入るんです制作会社ですかね。そね。はい、でそことの裁判がネトゲ占記の物語なんですけどこれだから僕はそれ本まだ出てないしウェブ読んでないんでま佐さんが言ってることの断片を集めて。 言うんで、正しくは本読むなりなんなりしてほしいんですけど、うん、えっと給料なくて、はい、ね我々みたいなもんですよ <laughs> <laughs> 我々給料マイナスですから、はいはい、こんなやっぱ出版社なんか作んないほうがいいですよ <laughs> って<た>、ね、<laughs> さてよき、えー、とそういう状態でやるじゃないですか、はい、でなんか谷さんっていう人は一応家族もいて給料もらってでやってたみたいなんですよね、うん、その社長なんかな谷さんっていう人がね。はいで で、そらさんとや一緒にいいゲームを作ったりして、うん、株価がめちゃくちゃ上がりましたと<う>で株価上がって最初みんな株持ってんじゃないですか、うん、まあ仮にちょっと数字も知らないんですけど、はい、最初の株1,000株作ってそらさん100株持ってましたと、うん、でストックオプションで給料は今払えないけど、うん、これがね大きくなったら、うん、あのー お金も増えまますすよよっていうことなりね増えたんですよそれがんか6億円ぐらいになってたんですよ多分すげえな最初の1株いくらだったんだろうでなんかそれをこれもんか寝溶センキ見てないからはっきりしないんですけどそこでそんなに払いたくないから何億円も払いたくないからっていうんでちょっと不正にひまさんの株を使えないようにしようみたいな捜査があったみたいなそれで裁判で争ってこれグラニ裁判っていうんですけど えー、これは詳細がが載っってんのがネットゲですね、うんはい、ちょっと詳しくは分かんないんですけど最終的な結末は分かってるんですよ、はい、最高裁まで行ってるんですよ <laughs> 最高裁までまあでも額は額ですもんね、うん、いやだんだん高裁高裁かなんかで4億円払えとか3億円払えっていう命令がグラニーに対して、はいうん、谷さんに対して下ったんですけど、はい、それを蹴って、はい、いや6億円だろうって言って <laughs> ゼロか6億かの賭けをして、はい、勝ったんですよすごいな だから今、ひまそろさんは家ああばあれないように足立区ですとか嘘そついたりする時はあるんですけどおそらく港区のセレブになっていてあのねそうそういう要するに6億円を手にしてえとまああれファイヤーってやつですよね、はい、ファイヤーしてたわけですよ暇だから何を始めたかなんですけどまあ暇な空白ですよね。 ひまそらさんなんですよあそういうことかひまさんなんですよはいでひまだから始めたことがついフェミついフェミフェミニストと戦うことですついフェミに俺何度ミソジニーとか言われたか分かんないしなんミソジニーミソジニーは女性嫌悪主義者ですあすぐミソジニーとかレッテル貼ってくんないつかもう超嫌いだから俺もう大嫌いなんだよねその言葉自体僕初めて聞きましたよすぐね人権がとかね差別主義者がとか言ってきていう話はね。 サッカー業界でそれ俺に言ってきたやつ俺いまだにぶち切れてるんだけどお前人権の何知ってんだとただ単純に言ってるだけじゃないの知らねえけど人権とは何たるかを学んでもないのに他人を殴る棒として人権を使ってはいけませんに。ポリコレ棒で殴るって言い方するんだけど例えばゲーム会社が最近のゲームの女性主人公とかって大体ブスでレズなんですよ レズビアンなんすそうか。ブスでレズビアンが多いゲですゲームええ漫画じゃなくてそうなんでかっていうとポリコレ棒で殴るやつが美人を出すのはそれはなんだっけ。ルッキズムによる差別だからで LGBT に配慮しなきゃいけないって言ってだからみんな怒ってるんだけど結構有名なゲームの続編はポリコレ棒が現れるから主人公がブスになってえっと ななんんかかよくわかんないブス同士でキスするとことか見せられるんですよ。これがポリコレ棒ってやつでそれについては僕が被害に遭ったのは、まあ、ディアブロぐらいですかねディアブロ4うん、うん、ディアブロ4もねなんかねもうすごいのよ女性からのルックスがええ<ー>細くてもうんかもう骸骨みたいに細いか、はい、めちゃくちゃ太ってるかみたいな,<あ>なんかそういう感じう、ね、あといかつい感じとか、はい、なんか綺麗にするとうん。 良くないっていうそういう思想がゲーム業界に入っていて、うんはい、スクウェアとかもそういう感じだったんだけど、うん、詳しい人僕は中井,中井戸さんとキャベツの人っていうあのゲーム業界の情報を発信してる YouTuber をずっと聞いてるんですけどなん、はいはい、で聞いてんだろうね <laughs> 暇なんかな <laughs> <laughs> <laughs>、えー、中井戸さんもめちゃ揉めて、うん、またねこのまたま中井戸さんの話はいいやもう中井戸さん忘れてください 中井、中井戸、赤木レイヤー、ダだ事件ってのが何ですかハう、最かんないもん <laughs>。ハイコンテクストすぎて、わけ、わけは分かんないと思うんで。<laughs> 俺も自分のラジオで中井戸、ダーオを言うと思わなかったんですけど。ちょっと、赤木レイヤーと中井、うん、中井、中井戸さん忘れましょう。はい。で、はい。はい、どこまで行ったっけそれで、セガが、グラニ裁判を勝った後暇になって、 はい、フェミニストのうん、うん、俺も言われるとめっちゃムカつくんですよあれそれはそうですよねさなんとか主義者ってレッテル勝手に貼られて俺娘育ててんだけど何女性差別主義者なわけとふざけんなよと思うわけねやっぱうん、うん、しかも本人と特にねそう話してなんか思ったんだったらね、まあ、仮にね、うん、ちなみに俺その僕のことみそじに行って,てってきた女の子、うん 女の子というか女性なんですけどそのツイートずっとさかのぼって全部読んだら「んだよ私男になりたい」とか書いてるのを見てなんかそししまたうういことかとなんか要するに自分がうまくいかないっていうことが女だからうまくいかないんだって男ずるいんだって男は女性差別してるんだってっていうふうにどね 一つも努力せずに持ちをおうとしてるんです男でも女でもいいから頑張れよと思うんだけどそうするとパワハラって言ってくるでしょですね。もしかしたら差別って言ってくるかもしれないし。差別って言ってくるんでね。男の立場使ってだよね。だから言われたら人権がとおっしゃいますがどういう文脈において人権という言葉を使っていますかとあなたの参考にしている人権という概念の定義はどこから持ってきてるんですかっていうふうにちゃんと聞かないといけないんです。っる差別主義者て ふわっとレッテルを与えてくるんですよめんどくさいです、ね、だから僕はもうずっとそういう視察について指摘し続けてるんですけど今ばそらさんの戦い方ちょっと参考にするとこがあってなるほど、うんうん、言われると 対ししてて勉強もないから逃げんですよ。まあ反論というかそのそれに対してのアンサーはできないですもんねそうんふわっとやるからね鍵アカン中とかでやってると思うけどああなるほどねでもまあ鍵アカン中でそんな人の悪口言ってるやつはすぐ友達いなくなるそうですねなんでこんいうの見せられなきゃいなんだそう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 はいでえグランディストフェミニストのなんなんけシュナブルさんって人がいてシュナブルシュナブルさんのまああんま出てこないんですけどはい。 シュナブルさんが言ってることはおかしいっていうんでこのシュナブルさんと戦ってたんです最初このすごい小さい規模で誰も知らないレベルでひまさらさんって今フォロワー27万ぐらいいるんですよそんなにいるんですねその時は多分1000とか2000とかなんですよ YouTube も1000人いないぐらい西方出版と変わんないそんな感じだったんですけどシュナブルさんのあとどっちだったかな具体的にああ温泉娘だ草津町で 草津町で温泉娘ってのやっててあ温泉に平原娘そうそうそう見たこなあるあるでしょはいいろんな温泉で萌えキャラみたいなのがあってまあ可愛い子だったりとかキャラによっておっぱいが大きかったりとかあと何だっけ宇崎ちゃんっていうああ宇崎ちゃんはおっぱいの大きいキャラクターなんだけどそうそうそう宇崎ちゃんと何とかしたいみたいな僕もアニメとかあんま詳しくないんですけどえっとが それポリコレ棒でんか消されたんですよセクシャルだからちょっと見たかもそれツイッター上で草津町はなんだっけなんか町長がレイプしたって言ってるけどそれは実は嘘でしたって分かったりとかなんかちょっとポリコレ棒みたいので温泉娘が消えそうになってたんですよでそこでひまそらさんが立ち上がったわけですよ別に温泉娘は好きじゃないとただそのポリコレ棒みたいので作品を消すのはよくないと彼はクリエイターなんです そっかゲームクリエーターで物を作ってきてるから、はい、リスペクトが、ね、物を作る人へのリスペクトが半端じゃなくて、はいはい、ここがひまそらさんの多分一番正義のポイントですね作品を燃やすやつは許さないとこれがもう通底していて、はい、でここからはさらに危険な領域に踏み込んでいくです作品を燃やしてるのは誰かと。はい 誰なのかってところなんですけど、AV 法ってあったでしょありましたね。あれも僕よくわかんないですよね。あれも AV っていうコンテンツを燃やしには来てるんですよ。で、あれに関しては、えっと、やってる人も反射すれすれとか、昔の昭和の常識で言うと大体ヤクザがやってるって思ったでしょね。昔の常識ね。今知りませんよ。それを、 え言い訳て言い訳というかですそれを使って AV を燃やしに来るみたいなことを人たちとしてた人たちと同じような集団がそ,のそっくりそのものじゃないんですけど同じとこでつるんで一緒にセミナーやったりとかあの同じ会社のアドバイザーにいたりとかそういう似たような人たちが。 連帯緩く連帯して作品を燃やしに来たりするわけですよ温泉娘ないよね草津町長ないよねみたいなことをうん、うん、いろんな人がわーっと言ってリツイートして、うん、あのエコーチェンバーでどんどんでかくしていって潰すんですプレッシャーに負けてじゃあ寝ますって言わせるとうん、うん、まあ彼らっていうか、まあ、彼というかその人たちもそれに対してまあ利益があったり、うん、メリットがあるからやるんですよね えっと燃やす人がですでででかそう,ですそうですでないと思ったんですよ最初。うん、でない人もいっぱいいるんですけどそ,、はい、そこでコラボが出てくるんですよ。うん、はここでで出てくるんですねでコラボというのは何かというとですねひまそらさんっていう人は、うん、あのめちゃくちゃゲームが上手い人なんですよ。でしょうね。もうあのう <laughs> 僕,僕かなり上手いですよ。もうはい かなりゲームの達人に近いですよ、操作が下手だから、ストみたいな下手っぴだけど、戦略ゲーとかもかなり上級者だと思うんですけど、暇沢さんにかなう気がしないね、そんな強いすマジで、あの、そうなん東大じゃないですか、インパで行ってるじゃないですか、頭の良さでもかなわないですね。まあでも確かに、文章とか見てたら、文章下手っぴ文章っていうか、なんていうか、書いてる内容。だから、文章は下手っぴなんですよ。あそうなんあの人、文章下手っぴだし、たまにそれ馬鹿にされるし、けど、 頭の中でぐわーって考えた言葉そのまま出すから下手っ気で分かりやすく伝えるとかしないですねあまあ言いたいことを言っていると、うん、はいだからだからあのー「うんダーチまた出現か見えてきたら臭いぞ」とか言うわけですよ「ほうんダーチとか言っても分かんないでしょ分かんないですねうん <laughs> ーチも忘れてください <laughs>、はいまあ、さっきちょっと若干聞いたような気が <laughs> いや違うそれは中井戸うんだーおうあそうか違うのか <laughs> の <laughs> 違うんですけどうん、はい、ダーチとかで言うから分かんない それは彼の中ではぐちゃぐちゃぐちゃってなってる中で勘でここだっていうのを見つけるのがもう神がかってるんですねだから6億取れてるんですそうかうんなるほど相手の陣営の手札見てさあどこから来るかというずっとポーカーとか戦略そう戦略ー。なるほどね社長は向いてないよ社長やったらそっとパワハラって言われるけど 投資家とかも向いてるだろうしでも投資もしなくていいですお金あるからまあ確かにそうですねだから作品燃やすやつを指摘しようとかなるほどねそううい要するに彼は「ハンターハンター」が大好きでアニメ漫画が大好きなんですよアニメ漫画からすべて学んでるんですよあれそうだよね千葉工作でこう言ってたよねみたいな全部の参考書が漫画アニメなんです。 それでも日本の漫画アニメって結構高度なやつが多いからそれでもいけるんですよ確かになちょっと足利さん暖房つけませんか寒いですかそうそう大丈夫足利さん寒くない大丈夫大丈夫ならいいです俺は大丈夫こっちつけます俺は大丈夫寒そうだなと思ってあっちつけましょう大丈夫この先炎上するからあったかくなりますねあの僕や弊社を訴訟したかったらどうぞ顧問弁護士もおりますので ただ、訴訟費用だけないです。ちょっとあの、カンパさん、カンパを求めるかもしれない。でもあの、コモ弁護士もいて、こういう表現をしたわけですよ。全部僕の個人的見解を喋ってるんで、これでいて、何か言ってくるなら、僕も徹底的に戦いますその覚悟があるから、やってて。そうですね。出版社ですからね。とか言って70再生とかて。終わっと絶対聞かれて出ていじゃん、つって。 ちなみにねサッカーにもそのポリコレ出てくるんですよえそうなんですかあなんとなく分かったかもウィーリーグなんてポリコレだらけだからだから人気ない分かるなんか行きづらいですそう誰か可愛いって言ったらボコボコ叩かれるんですよはあって思うでしょねあそれはでも好きにやってって話なんだけどやっぱよくないですねまあ僕も個人的にはそう思います別にもう庶民の娯楽なんだから美女投票とかしていいと思いますよ僕はねえ でもそれはできないんですねポリコレ勢がいっぱい集まっちゃうからほか、ねね、に行き場がなくなったポリコレ勢がどんどん集うようになって、うん、ちょっとメディアとかがやばいと思いますね。だってだ、うん、男だってね神7とかアビスパとかやってあそうそう,そうれだって別にかっこいい投票ランキングって言ってるんもんでしょ SNSU でもう試合後にイケメン投票ってのやって僕藤澤選手に投票しましたけど勝ちませんでしたけどそういうわけでサッカーに入ってくるのは全部僕は止めますそのちゃんと勉強してないのにフェミニズムやってるやつなんて許さないから俺フェレス女学院だっけ大学のフェミニズム講座みたいなやつ見てて見たんだけど やっっぱ俺緩いなと思ったよね女性がもう虐げられてるから女性の権利を上げましょうみたいな、うん、平塚ライチョウがやるなら分かるんですよです平塚ライチョウは初期の女権運動家です<ー>でその時は女性の権利は確かに少なかった参政権もなかったんですよ、うん、選挙もできなかったんですよ、はいはい、それは確かに女権運動ってことに価値はあったと思います。田梅子さんとか、うん、あのそういういに 女性は勉強しなくていいと言われてた人からそれ,それは違うよって言って海外留学して津田塾作ったね津田梅こさんとか、はいうん、そういう時代と違ってまあ結構男女平等だと思うんですよそうですね <laughs> 結構下手したら男子の方が良いんじゃないかってそうだから日本はあの要するにアンチフェミニズム言論においては日本は男性差別主国だというふうに言う人もいるなんかわかりますだから僕をそうやって女性差別主義者で倒しにいこうとする人がいるわけですようん、うん だからそれはもう徹底的に反論してもう僕3000字ぐらいで反応しますよツイッターツイッターでねびっくりしたあれ3000少ねえなと思ったらでイッターでそれは多いわ上野千鶴子さんっていう人が日本のフェミニズムだと大ボスなんですけど上野千鶴子さんもお一人様でやっていくっていうふうにね女性一人でやっていくっていう感じのことをずっと言っていたんだけど結婚してることがこの前判明してああ ちょっと前です、ね、うぬぬっとなった事案はあるんですけど、はいうん、ちなみに上野地鶴子さんの「乗り越えネット」もひまさんを訴えていて、うん、これ勝ってますねお<ー>もう訴えてきたんだと思ううんはいはいあのねひまさんのややこしいのはすぐ反訴するからどっちがなんだかさっぱり分かんないんだけど「<laughs> まあ、乗り越えネット」のやつはまあさ沢また負けたとか言って言われてたんですけど、はい、えっと僕の見解だとなるほどと、うん、本来本来ね、うん いい言い方難しいんですけどすげえ言い方難しいんですけどもし神の視点で全部が明らかになって見たら暇まさんの勝ちもあったかもしれない。ああ全てが明らかな上でそうそうそう。神様が見てて全部が証拠が出たらただ出る証拠とかだと暇わさんが不利で。 いや、ね、けると思ってたと思うんだけど、うん、ちょっとやっぱり、うん、その主勢にもあったんでそこは負けましたと、うんうん、いうとこですよね。ねあれもなんかねコラボの写真勝手に使って著作権侵,侵害だみたいななんか、はあ、あんまレベルの高い。 訴訟のレベルが高い話じゃなくてそうだったんですねこの先もっと頭おかしくなってくるんでちょっと覚悟して聞かなきゃそうなんですよでコラボっていう人たちもいて二藤夢野さんっていう人が出身新宿とかでそうそうさあバスカフェやっててでコラボは実は結構ちゃんとした団体だと思うし二藤夢野さんの行ってること活動っていうのも僕はいいところもあるなとすごく思っているわけですよね。 だからコラボがダメっていいううのはあんんまないと思うんですね、うん、あのすげえいいかというと、うん、なんか他のやり方の方がいいんじゃないかなとよ,よそから見たら思いますようん、うん、バスカフェじゃなくてでもああいう PR も大事かなと思うし、はい、実際結構新宿やばかったからね、うん、僕タクシーやってたからわかるんですけどでコラボっていう集団がいてこれがえっとなんだっけな女性。 えー、貧困女性救済法みたいなのがなんかあってあそういう法律があるんですか、うん、そう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 いうのを通ったんだっけな被害女性支援法だっけなんだっけなんか行き目のない女性女の子とかをあのそのバスに向け<ー><っ>てあそう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 まあ実際ねやっぱあの困難な問題を抱える女性への支援に関する法律というのがはい ございましてこの辺を通した人とか通そうという人とかがですねあのあの辺あっちの方なんですよあっちああそっちのもちろん二頭さんが通したわけじゃないんですけど法律が通るってことは議員とかも出てきますすよねねそうで議会議員とかねそうなんですよでこの困難問題から女性の支援に関する法律に基づいてとかはい <laughs> こういった概念、うん、こういった世の中の方向性に合わせて、うん、NPO として多額の税金を引っ張るという団体が結構増えてきてる。でコラボはコラボも結構引っ張ってて、はい、あとパップスえ何だっけ若草若草パップスボンドボンド、うん、でこの4つが。はい 取り沙汰されたんですけど、はい、これを WBPC だっけ、えー、?W がない若草 WBPC というふうに今まそらさんまとめてるんですけどあ、はい、これあのほぼ活動の実態がないとこもあるんですよ。って言って Yahoo! コメントだけ、えー、と知恵袋 Yahoo! 知恵袋で返信しただけみたいなの一1件に数えたりとかそういう「えー?」って、うん、どれがとは言わないんですけど。うん まあ、事実としてそうだったか分からない、うん、だけど出てくる資料からそう見えちゃうよねっていうのがあったわけですよでひまそらさんがシュナムルさんからの草津から、うん、温泉娘からで,、うん、で AV 支援のやつとか AV はあ,んまの人はあんま知らないんですけど、はい、あのそれよりはまあジャンルとしてはエロゲーでしょうね。ゲームで あのアリスソフトのさんっていうでですよ、ね、僕アリスソフトの多田さんもすごく心の底から尊敬してるんですよ。はい、あのエロとかじゃなくて、はい、ゲームっていうものを一番よく分かってる人だなと思って作業としてのゲーム、うん、レベルアップの概念みたいなのがものすごく気持ちいいものを作るんですよね<ー>で。だからアリスっていうのはものすごく面白いゲームスクエアとかで全然面白いゲーム作ると僕は思ってるんですけどそ澤、はいえー、さんも同じこと言ってたからそ澤、まあ、さんでもやっぱ多田さん 上会社のあれでエロゲーの話したくないもんですしたくないもんですよ。<laughs> たすよ <laughs> まあ俺たち失うもんねえから僕らが作ってるわけでもないんで <laughs> 今会社潰したほうが得するかもしれない。<laughs> ね、でまあ信じて作品を待ってくれてる人もいるんで頑張りますけどね。はいはい、でこういう4団体があって。うん それを支援している人たちがいてそれは弁護士だったり共産党議員だったり謎の NPO 団体だったりコメンテーターだったり市政の活動家だったり牧師だったりかいろんなの女性に覚醒剤を打ってなんとかしてやばい人です。 まあそういういい人も混ざっている、うん、ただ全体がそうじゃないですようん、うん、たまたまなんですかそれとも必然なんですかそれは分かりませんが、はい、こういうところがあって、はい、で彼らが支援,支,支援金っていうかなんていう補助金とかを取りやすいような枠組みというのが少しずつ作られているように見えると、はい、で活動実績として作品を燃やしているように思える、うん、なるほど なるほどね、こういう活動をしてますよっていう PR をしたりするのにやっぱここで女性が搾取されてますとこういう作品でこういう作取が行われていてこれは文化的に非常に極めて重要な問題でっていうふうに潰した実績が増えていくと、はい、価値があるよねとなっていくそのものじゃなくてなっていく方向性になると日本がどんどん作品を潰していく規制していく規制する側が仕事ができる。 という構図が見えてきますよね。そうですね。で、これがどこにどれがあってのが見えないようになってるから、ひまそらさんの定義では、これは、この人たちが緩やかに連帯して助け合って、うんうん、自分たちの利益になるときは助け合って、なるほどっていうことをやってる何かグループと、何かっていうのはハンターハンター出てくるんですけど、あなるほど何かわかんないけど、はい、こういうぼんやりとした概念があって、うん、そこが自分の好きな作品を燃やしに来てると。うんうん すごここに任せると作品が出ない世の中になるしクリエイター戦えないんですよ、これとん。今しゃべってますよ別にあの僕は自信があるんですよ彼らの一人が僕に論戦を挑んできても絶対に負けないんですよ、そそれの自信があるからてちょっと詐欺ですけど東大出席ですからちょっと詐欺ですけど東大大学院修士課程学科のトップ賞で奨学金返還免除ですね。 でも、アワビの研究だから、別に、俺は、<laughs> フェミニズムと関係ないんですけど、<laughs> まあ、生物学の話はできますけどね、<laughs> <う>僕、繁殖生態が専門なんで、はい、結構、その、まあ、オスとメスですよね。まあ、でも、遠からずです、うん。まあ、メスって言って訴えられるのか、異次もあったような気もしますけどあ、まあ、でも、アワビは大丈夫でしょう、まあまあ。そう、アワビのオスとメスで、どう繁殖するかっていうの専門だから、うん、なんか、結構興味あるんですよ、こういう話。<ー>男女のことみたいなのね。で、 そうこういうことをしていくと日本が弱っていくんじゃないかっていう問題もちょっと見えてきたと、はいまあ、僕正直ね僕が精査はしてないんで、うん、これはひまぞらさんの言ってることですひまぞらさんが言ってることとしては可能性があるとその雑な会計したり雑な仕事をして、うん、別に彼ら NPO がしっかりね貢献、うん、世の中に貢献するために活動してくれたらいいと思うんだけど、うん、どうも実態がないんじゃないかとかね、はい それ、都が出してるんですけど、これ、東京都。うん、都が、ここの絵の、えっと、だから、都から訴えられる可能性もあるんですけど、うん、そしたら、それ本にしますからね、<laughs> はい。はい、東京都から訴えられたっぴっていう <laughs> 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 もう、言論人は知りませんから。まあまあ、そうですよ。絶対に負けないから、俺は。はい、うん。で、都から、うん、えー、補助金が出てるんですけど、はい それを開示して要するにどういうふうに精査したとか報告書とか把くでしょうちもねのいた補助金に対しては報告書を足利さん出してくれてるじゃないですかね本当江戸川区のおかげでなんとかやってますねでうちはちゃんと仕事もしてるんでちゃんとしてるかねまあしたことをちゃんとそのまま出してあそうそう恥ずかしいゲーもなくそそれ開示されることもあるわけですよそうかそう確かに開示されて精査されても別に 問題ないじゃないですね。パソコン買えましたねと、そのパソコンは五十嵐名さんが使ってましたよって言えるじゃないですか。言えますね。言えるわけですよ。で、それ半分は税金から補助金でいただいてるんで、それを使って、われわれはこの言論活動をできるように、しかも、譲渡しないでちゃんと返してもらってますから、そこで返してもらってますから、そうですね、なんの変化のないような、ないです、ないです。 天下二人分みたいな。何の資料ですかね。出版社は別に天下の本出すならいいんですそうですね。そうしてちゃんとね、レビューを書きますみたいな。何の話ですか通しづらいですい。ちょっとあの、天下の広報の人とね、よくゴールデン街で会って、飲んで話してて、れ本当になんか、本気の東大卒の人が、本気の天下のレビューしたら面白いかなと思ったんだ。出せねえなと思って。 一回 DM して相談したことあるんだよ、ね。そうなんですね。できるかなみたいな。構造とかもちゃんと書いてね。そうそうそう,そう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 。だから、あの、理系的な話で言うと、その、海面帯状の組織の中で、どこに神経が通っててみたいな、出 <laughs> せねえなと思って。<laughs> 結構性的なことに興味があるんですよ。だから繁殖生態やってたから。そうですよね。結局本能でそうしたいって思うわけで、うん、結構面白い現象なんですよ。 あこれアメフラシとかでも同じことが起こるんですよね確かに生物ってどうやってそういうふうにこう持っていくんだろうっていうのはやっぱり疑問だしそうそうそう,そうなんですそうなんですね人間はなんとなくわかるじゃないですか自分たち人間もね多分自分全然分かってないよまあそうなんでしょうね、うん、あの自分の体がそうなるってとこまでしか分かんないですもんねおっぱいが大きいですよと膨らんでくるっていうのはもうこれ第二次成長っていうわけですけど、うん、なぜ父がでかいのかとうん、うん、猿はでかくならないんですよ<ー>猿はお尻が赤くなるんですよ繁殖期に。 へえで人間でもその文化によってはお尻が大きいことにセクシャルシンボルを求める国があって、うん、まあ有名なブラジルのデカ尻選手権ですよねうんブラジルはあの父に関してはバストに関してはあんまり気にしないお尻の方がいいんです、ね、そうへえ面白いあの知り合いの名前出してあるバモちゃんがブラジルでブラジルであのブラジルのイヤホ買ってワクワクして見たらもうなんかすごい元々してます <laughs> <laughs> 自分の正義には合わなかったそうですでえっとでですねでえっと性比と言われてるんですね性的なおっぱいの大きさっていうのはこの役割は性の性別の皮それを見て男性は本能的に自分の配偶者として配偶相手 として相手を認識すするわけですよあることでちょっと興奮すると性的な興奮を覚えていくと、うんうん、でこれは、まあ、あの生物学とがない方向に行くと日本のその何て言うんですかただでさえ結婚する人が減っている、うん、子供が減っているっていう中で、うんうん、なんかそれを取り締まっていって、うん、女性らしさみたいな表現しない方向に行くのが、うん、いいのか悪いのかっていうのはこれ結構誰も分かんないと思うんですよ。 昭和ってめちゃくちゃじゃないですか居酒屋行くとレオタードのお姉ちゃんねビシッといたでしょはいとあるサッカー選手のこと調べたら奥さんが奥さんのそういうグラビアやっててレオタードがビシッと出てきてすげえうしかったですけどビールのポスターそうそうビールのポスターあましたもんねだからセクシャルなものがコンビニでもペラペラめくればさ子供でもデライッピン読めたわけですよね で、えっ、ー、と、普通に AV のカッケージとかも見えるとこにあったりしたわけですよね。ねうん、で、性に興味を持っていくと。いう、うん、昭和の方が繁殖力は、繁殖力って言う、うんうん、力これ生物学用語で言うと、あの、出生率は高かったわけですよね。はい、どっちがいいんだろうなってのは分かんないですよね。これはこれ僕の問題点で、これ正直分かんない、はい、社会学の話だし。うん、ただ、まあ、 性的に興奮しない方が良い世の中だというような思想っていうのはあるんですよ。これキリスト教的な思想でキリスト教はもう極まってくると夫婦の営みでも性的興奮をしてはならないから女性か男性かどっちか忘れましたけど袋をかぶってすすするとごいねそういうキリスト教的カルチャーが日本に入ってきたんですけどそれまではだって風俗店も要するに売春防止法もないし。 ええとですね何だっけ目かけもありだったんですよ。目掛<ー>、うん、け制度。目掛、はい、け制度ってのはまあフェミニストがしたら相当嫌なもんだと思いますけど、あのはなんというの子供増やすにはいいですよね。うん、そうですね。うん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 。だるすべてのとこう良し悪しがあるからどっか引っ掛けてこう持ち上げたらこれはいいとか。うん、でここれはだからもう正解は分かんないんですけど、うん、僕はどうなんだろうなと思っている、ね、ところですよね。なるほど。 結局、なんか性的なものは悪いものだっていう思想、うん、美を求めたり、うん、セクシャルなものを求めるのは悪いことだっていうのって子供の時思うじゃないですか。うんはい、で,でもあの和田秀樹じゃなくて何だっけ物草精神分析した和光大学の教授の名前が出てこないんですけど、はい、が言ってんのは日本人は、えー、と悪い。 恥ずかしいことだと性的なことはっていうふうに教え込まれるからめっちゃ興奮してろくなっていくんだってああ。そうか隠されてる見たくなるしで西洋の人はキリスト教徒だから神が会員を禁じてるわけですよ「何時会員することなかれ」「会員だっけエッチなことすることなかれ」っていうふうに言ってるんですよだからエッチなことするのは神への挑戦なんですよ あっちの人にとってはよろしですど私は行くぞとはいいざ風俗へと言ってるほにそうらしい経験なとこではね思想としてね実態は本能だからそうはいかないですけどさておきさておきちょっと脱線しましたねだもうそのフェミニズムの人たちが言ってることは僕は文化水耗論に近いところはあるかなって見えちゃうし 個人的に僕に僕文句つけてくるからすすげー嫌いなんでもうただただやり口が嫌いうん、うん、レッテル貼ってくるからうん、うん、まず「こんにちは」だろって思うじゃないですかこういうミソジニーのじじい滅べとかいきなり言ってくるわけですよんじゃこいつはとか思うよねやっすね、うん、で,でもそれは正義側にいると思ってるからありなわけですよなるほどねでこの正義側をどんどんでかくしていくっていうのが何かグループっていう話ですよね でこれ、会計が結構おかしいんですよ、2カグループというか、w b p c に関しては、領収書があるじゃないですか、都の経費で、助成金でやってたら、領収書とか全部出すわけですよね、ないんだそうです、出ない、なんかないわけじゃなくて、出せないんだと、それはプライバシーとかあるか出せないよと、黒塗りでいいから出しなさいって言ってるけど、出てこないと。 これは、えー、疑念として、うん、疑念として雑な使い方をしていたとうん、うん、例えば、えー、なんだっけその具体的なものは覚えてないんでひまさんさんのやつを見てほしいんですけど、うん、なんか不当に高く見えるディナーとか、うん、研修旅行のあれとかが入っているように思えるとかなるほどね。うんうん 交換する必要がないはずのタイヤ台が入ってるように見えるとか見える,、うん、見えるとか、うん、そ,そういうたちょっとこれひまささんの,あの詳しくは訴状を見てもらうしかないんですけど、はい、そういうのがあって都がちゃんと精査してない可能性があると。で住民監査っていうのをやったんですけど、うん、住民監査はこれ結構玉虫色の結果が出たんですよ。ほ<う>えっと 住民監査っていうのは市民が行政がおかしい時にちょっとちゃんと調べてくれっていう要請を出せるんですよ。でこれすげえ難しいんでこの前にやったのが増添さんがさ車勝手に使ってるみたいな公用車で別荘行ってるみたいなのがあったじゃんありましたねあん時イライラしいんですよ6年前とかでも全くニュースにならないですよ住民監査が行われてるのにニュースにならないっていうのは異常事態なんですよ なんでだろうかとなん、はい、でだと思いますなんでに言わせる <laughs> まあ数字は取れるかもしれないですけどそれが表に出たらまあ困るテレビ局としてもなんだろう、まあ、まあ例えば議員さんだったりとかうん、うん、そういう、まあ、関連するところから目をつけられたくないところですかねなんかそういうことが想定はできますよねでもわからないですよ 新聞も載らない,い産経新聞だけ載ったかもしれない,はい、はい、で朝日毎日読乗らない。載らないでも住民監査が都に対してこれ東京都首都ですから、うん、何千万人もの人に関わる大問題なんですよ税金に関わる、ね、やらないわけがないのにやらない、うんうん、で一つにはひまそらさんの名前がないからあ<ー>誰だか分かんないから、はい、できないみたいのも言い訳としてはあったっぽいですよ だけど今度作家になりますよねまずいわけですよそっか作家って言えちゃうから確かにペンネーム別に通りますもんね俺も作家って言ってるから自分のことペンネーム本名水原清照出てますから出してるし名前も全部みんな分かってんだけど言わないじゃあ何かグループってなんだろうそこにマスコミも入ってたりしたら怖いよねと確かに怖いよねって話ですよ アニメ出したりとかするからコンテンツ作る側であってほしいわけですよねそうですねであとやっぱこいつき中立に物事を見てくれるのが本来のマスコミの役割なんですよはい当たり前じゃないですか当たり前ですねで権力を監視しないといけないですよね自民党は監視してるんですけどあれとあれでとなるわけですよ確かにもしかするとテレビ局から訴えられたらちょっとおいしいですけどねうん。 でえー、こういうのがあってです、ねはい、何かがあってとがあってで住民監査は、うんまあ、ちょっとあかんとこはある、うん、けどあかんのだけどよしみたいなのが出たんですよ。ここはだめ、ここはだめ、ここはだめだからよしみたいな,なんかそういう結論だったんですよ。<laughs> なるほど結論はよしにしてらくからこういうとこもだめだし、うん、表4っていう伝説の表があるんですけど、はい その今まであった資料と違うものがポンと出てきて間違ってたこれが正解ですみたいないやその間違ってんのがダメなんだから精査、はい、しなきゃいけないけど、うん、表読んでたのでよしみたいな,なんかそういう感じでこれは到底納得はできないといって、はい、え住民監査から1か月以内に住民訴訟というのが行われるらしいですよ、うん、でこれを今やっていると何件かでへえあまだ今継続中なの もう牛法戦術ででやってるみたいなんですよまあまあ急ぐ必要ないですも、ねうんね、うん、でこれは遅らせるだけの理由がおそらくあっただろうということが、うん、これ僕の意見ですねはいもしこれ住民訴訟が通っちゃったりすると、うん、大スキャンダルですよね都知事として、うん、なんで、えー、と都民ファーストの会なんですけど、はい、都民ファーストの会はホームページに 公約消したんですよ。で「のり弁」って言われてる真っ黒の書類ばっか出てくる公約消すってすごいですね。都民なめてんのかっち話でしょ。ふざけんなよ俺入れたんだよもう今思うとめちゃくちゃムカついてんだけど都知事選なんか適当にやっちゃったんですよね。あんまりろくな人いないし。2位が宇都宮検事だったからなんかねなせましたけど。 だから俺はもう都民としてめちゃくちゃむかつくんですけど、うん、これ、今この人下手したら首相を狙ってるかもしれないです、ね、<う>国政に打って出たいって言って1回失敗してるんですけど、はい、また国政に出ようとするときに住民訴訟の結果出てたらまずいんですよね、うん、逃げ切りかなと僕は見ていますけどね。ういっ岸田さんの次を狙っている、うんうん 首相はそのものじゃないかもしれないですけど狙ってるっていう動き自体はあるみたいですね高橋祐一先生っていう元財務省官僚の人が言ってたので「あなた全然仕事してないけど政局の時だけ動くんだよ」ってとおっしゃってましたよ。そうななんですねねるほどというわけでこれが進むとまあコアなとこで言うとここから都から補助金もらってたとこは仮にすごいまとも まともに活動したとしても、補助金とかでにケチつくのは超嫌じゃないですか。嫌ですね。嫌じゃないですか。うんね、でもし ちゃんとした活動実態がないとしたらものすごい利権だったわけですよ利権失われたらやばいじゃないですかあと返還とかしなきゃいけないんですかねそうそうまたねこれこっち側のね弁護士呼んでセミナーやったりとかそういうのってね結構ぐるぐる回るんですよああなるほどなるほどこれお金回してるぐるぐるぐる回っていくんですよねだから何かと言ったりするわけですけど大体毎回またお前かって人が出てくるんですよおお。登場人物決まってくる決まってくるんですそこで利権が回ってるけどもしかしたら目に見えてる人は 大した利権じゃないかもしれないですね。メサのセミナーとかで稼いでるかな、うん。なるほど。もっと闇があるかもしれないと。はい、で燃えるよっつうのはその辺なんですよね。陰謀論なのか、まあこれ陰謀論出ちゃうとあれですけど、うん、これ唯一のこの話の救いは司法なんですよね。はい、あ住民監査は都がやるんです。はい、住民訴訟はこ、うん、国家の司法。はい で、三権分立なんで、行政と司法と、もう一個なんだ、立法、立法、あのあれだ、議員ね、議員てか衆議院議員とか、衆議院衆議院、参議院か、立法、行政、司法は独立してて、司法の独立性が保たれてれば、どっちに出るか分からないですけど、正しい判断が出ると。独立性が ままああ要するに裁判官にぐにょぐにょってやって動かせるかどうかなんですよね、独裁国家はここがそうなっちゃうわけですよ、某隣にある大きい国は死刑判決その日に執行とか、そうですね、気に入らないだけ死刑とか、そうそうそう、気に入らないって言っちゃいけます、そんなことないですい。危険な放送ですから、謝罪してくださいじゃん申し訳ございませあ。 そう住民訴訟をやっていてこれはどうなるかという時にまあええー、これ左側の人はこっちの方に何かの方につく傾向があるんですよ。<ー>右側の人はひまそらさん側につく傾向があるんですそうなんですね。はい、ああなるほどな。だから、はい、このひまそらさんは右側の人じゃないんですけどうん、うん、でも、えー、日本のカルチャーとしてこの コンテンテツをを作れるカルチャーを残してていいくっていうのが自然と確かに滅ぼしていく方と守る方になるからねなるほどねでそう左側に大体マスコミがついてるんですねうん、うん、右側のメディアっていうのはあんまなくて、うん、あっても差別主義だとか言ってすごい攻撃されるわけですよこれまたちょっと面白いのがね、うん、左側のがめちゃくちゃ声でかいんですけど人数は足りてないんですよ、はい、あ右に比べてそう、はい、右が大多数なんですよ実は そうなんですね実は、だって日本好きですかそうか、そうか、日本好きですアニメ好きです、か好きでね、作品好きですよね、税金、納めてますか、一応、税金、あんま納めてない、納めなきゃいけない、税は納めてますから、収税は、ね、収税はいっぱい納めてるはいまあさておき、税金、正しく使われてほしいですよね、そうですねいい国になってほしいですよね、はいっていうのが、右になっちゃうわけです。確かに本当んう 例えば沖縄は中国寄りになってほしいですか、うん、それとも日本寄りになってほしいですかみたいに言ったらそれは即決で日本じゃないですか左はえっと中国寄りにな,なってくるんですあの中国のあれがあれしてるっていうのはよく聞く話で知事もあれ側の、はい、判断をすることが多いっていうのはあれなんですよではそういう右と左という構図が出てくると。うん、でここで今 ちょっと拮抗してて、はい、ま堀口秀俊案件っていうちょっとよく分かんないのが入ってくるんですけど、うんうん、そ,そこが結構みんんんなくななながかくる理由なんですよは<う>、まあ、受賞学生の堀口秀俊さんっていう人が、はい、今沢さんにこれ,これ噛みついて、うん、そこから1年ぐらい死闘してるんですけど、はい、まあこれはここでは言わなくていいんですけど堀口さんもとこのこ,ここで言う左側の方に。 うん、入っているといとう感じですかねアンチヒマゾラ別れとして、はいはいで。でですよ。うん、でですよ。えっ、ー、と今ある程度拮抗してて裁判が進んでるところだからヒマゾラ勝ったヒマゾラ負けたとか、うん、そういうのを言い合いしてる状況ですよね。うんはい、で、えー、左側の方何かの方は。うん まだ一番一番のその骨髄となる住民訴訟のところで負けたわけじゃないし、うん、で暇空さんの名誉をその前に地に落とすとかすれば、はい、物理はやめてってよく言ってるんですけど、うん、まあ要するに物理的に殺しに来るのはやめてよって冗談ですよ、うん、冗談で言ってるんですけど、うん、まあそういう危険性もあるようなポジションなんですよです、ね、何億も何十億かな、うんうん、ね話なんで。うんうん、なるほど だからそういう拮抗した状況で、うん、なんと角川が暇空さんに本の出版のオファーをするんですよ、うんうん、おお攻めてますね角川ね、はい、で角川は1回人権問題でなんか本あ発売中止になったとか、うん、他の出版社でも俺聞いたことあるんだよ担当の編集者に<ー>これ差別的だからやめろみたいに言われて、はいはい、せっかく出した本発売中止にして。うん それうちから出さねえっっつたんだけど<ー> <laughs> 出すならできるよあんならっつって、うん、<laughs> DTP のデータをくれっつってまあでも著者もやっぱやる気なくしちゃってやめたんだってつ,、ね、つまりクリエイターは耐えてるし潰されてるじゃないですか正直作品は別に差別とかそういうんじゃないんですよ、うんうん、じゃあ今黒人奴隷をの話書いたら差別なのかとか言うと、うんうん、そうですねど,ど,どう思います、うん 当時の戦争のね話とかを映画化とかしたらもうアウトですよねそう、うん、でも黒人奴隷の話とかは本来表現しても表現としてはいいわけですよ事実としてあったんだから、うん、歴史ですもんねそう事実じゃなくても別に表現としてはいいんですよ指示されるかどうかは別ですよまあそうですね確かにだけど今それはダメなんですよそれはじゃあやめて、うん 奴隷はやめて、黒人の知的なポジションの人を一人作りましょうとかって言うんだよ。冗談みたいなんだけど。エンタメとして成り立たなくなります。ねディズニーもほら、あの人魚姫っていう白人のイメージだった。あの主人公、黒人にして、ね、ものすごい叩かれてましたよね。ポリコレでね、ポリコレやめるらしいですよ。ディズニー。本当ですか。売れないから。ちなみに僕、あの女の子大好きですね。あ、はい。超可愛いね 結構人気ですよね。うん、あれだけは俺、あれでいい。<laughs> <laughs> あのままでいい。あれはね、あはね個人の見解ですから。はい、わ、はい、かりますよ。<laughs> めちゃくちゃ可愛いよね。可愛い,いですね、うんで。可愛いって言うと、差別って言われるけど、でしょねなんなどう表現したいんですかね、そしたら。いや、あの、言われた時に、<laughs> うん、うるせえって言い返したけ 強いですねそれ何が悪いんだといやそれは人権に配慮してないしあなたみたいな人がいるからとか言ってくるんですうるせえとうるせえとかでもうるせえは確かに正論ですね昔はテレビ局もトンネルズとかめちゃくちゃだったじゃないですか苦情の嵐だったらしいですかかってくるじゃないですか今は大変申し訳ございません配慮してってと昔はうるせえっぱって来てたらしいんですよねそうそう確かにないいんだよ俺はそれでそういう 本当の宗教国家にしてイスラム教国家とかみたいにして、うん、がっつり宗教であるとかは別かもしれないけどねあっち側に宗教もあるとかないとかわかんない知らない分かんない何かたっぴ何かたっぴ。えー <laughs> <laughs> で角川が暇沢さんにオファーするんですけどその本が「ネトゲ千機」というノートにまとめられてたものが元にしたもので「ネトゲ千機」が何の話かというと要するにゲームのことにしかたけていない暇空さんをプランナーかなんかで言れて一緒にスタートアップ企業を作ってそれが成功してだけど経営をミスって。 要するに株主に対するなんか操作をミスってそれで最高裁まで行って最後には負けて潰れる話なんですよめちゃくちゃ面白くないですか面白い読みたいこれめちゃくちゃ面白いですよね、うん、でこの何かがどうのとかはもう結果も出てないし本にはできないんですよまだ今ね続いていることだし、ね、そう。でも、はい、その過去のネトゲ選挙だったらありなんじゃないかって角川の担当者は思ったんでしょうねそうなんだうん、うん でもそれで、え、人権侵害してるひもそらさんの本を出すのかみたいな。ことが湧き上がったんですよ。人権侵害してますかって話なんですけど。うんうん、えっと、今言われてんのが、えー。コラボに対する誹謗中傷を繰り返し、活動に支障をきたしている人物っていうふうにテレビで言ってましたね。なるほど。はい。なるほどな。はいはい。うん。うん,うん。でも、それは、一人に言われて、ダメな。ね。そ,ね <laughs> それは。 堂々とやればいいんじゃないですかって、ね、って思いますけどね。うんうんうん、なるほどね。ちなみに、あの、迷惑系ユーチューバーのコロアキっていう人が。はい、日村さんはもう絶対そういう現場行って邪魔とか、すんのよって言ってんだけど、うん、邪魔しに。行ったり、うん、都合よく邪魔しに行った時に、テレビ局が来たりとか、そういうのもあるみたいですよ。ある,あるみたいですよ。なるほど。なるほど <laughs> うん。 で広さんとか滝沢ガレスさんは暇沢さんに都合の悪いことばっかり取り上げるとかもあるみたいですもしかしたら緩やかにこっちの方の、まあ、首輪がついてるって言い方暇沢さんしますよねお<ー>首輪つけてつけられてんじゃねいのみたいな、はいうん、僕は何の首輪もついてないからうん、うん、でもあの100万あの年間100万円いただけたらあの意見を変えてです,、ね、<laughs> <laughs> す首輪つけて <laughs> 年間100万じゃやから <laughs> 年間800万 <laughs> リアルな数字になってきた八800万会社に入れてもらえたら、はい、うちはもう、あの、左翼メディアになります。<laughs> 金で動いちゃう。金で動き、金で動きます。<laughs> でも、インフルエンサーって金で動くんだよ。うんうん。まあでも、会社って金で動くって当たり前です広告ってそういうもんだから、金で動くのが当たり前なんですけど、誰がどこでどうやって金をもらってるかとか、実際に彼らがひろゆきさんとか竹坂良さんがそういうものなのか、本当に思想で共鳴してるとか、本気でひまささん嫌いとか、こういうケースも結構あるんですよ。はい。めちゃくちゃ嫌われるんで。まあそうでしょうね。何の愛嬌も何もないから。俺も友達にはしたくないの。 いやだもんめんどくせえから <laughs> <laughs> すごい似た人知ってるんですようえっとね、うちのギルドにいた、えっと、調理師で、はい、調理師の仕事忙しいのに睡眠時間2時間でめっちゃずっとゲームしてるとすごいな本当に好きなんです喋、ね、り方そっくりなんだよね<ー> <laughs> 本人かと思ったぐらいだからねあ、うん、そうなんですねそうでオファーが来ましたと、うん、で事件としてはアニメートと角川に中止せよという脅迫が飛んだそうです、はい でえー、これは脅迫してから実行するという予告されていた日までの日が短く、うん、かつ複数の、えー、と警察の管轄にまたがって捜査しづらい風にやってきているので、うん、るプロの手口だという風にプロの手口というか結構慣れた人の手口じゃないかといわれてい、うん、るひまぞさんは言っていましたが、はい、詳細はまだ出せないそうです。うん、もちろんこれはもう刑事の方に出して ですけど犯人が捕まることはね脅迫よくないですから願ってますけどそこまでちょっと煮詰まってきちゃってるんですよねひまさんがこれ作家になったら作品を見てひまさんのファンが増えちゃうかもしれないし大体この左の人人で論やってる別にまあ出してる人もいますけどそういう人はちゃんとした人だの人かもしれないかもしれないかもしれない。 で本出されると途端やっぱ格が上がっちゃうし後世残っちゃうからめちゃくちゃ嫌なんだと思うんですよね文章として国会に残りますから国会図書館ねうちのね僕が UFO 探しに行きやとかも国会図書館に残ってましたから全文検索できるようになったら中村慎太郎 UFO とかで検索するとあの本が出てくるかそうかそうか皆神山がね出てくるわけですよね ちなみにうちが燃えたのもこういうすごいちっちゃい意味でのこんな感じなんですよなんかそんな気がしますねうんうん確かに燃やしてるやつィーリーグ好きでしょ人権人権言ってるでしょポリコレ棒叩いてくるでしょあいつはパワハラする女性差別主義者であるとかいっぱい言ってきたでしょそうですねやり口は似てるんでだから僕はそのやり口自体は潰れてほしいと思ってますちゃんと論で勝勝負するっていや うん、確かに結局だからそれでも何かずっと言ってれいいじゃないですか、うん、そう言ったんだって、うん、でなんかまあうちがというか中、まあ、村さんがしうちが、うんまあ、反論をしたら黙っちゃうでしょうじゃあ言わなきゃいいんじゃないかなって僕は、まあ、単純に思う、ね、彼ら,彼ら何の力もないんで怖いことは凶悪とかそういう怖いことは起きないですししてきたらもうこれはこっちもねうん、うん、正しい手続きでやるだけですけどそう、まあ、ですね えーと、メディアを使って印象操作、スポンジアネックス来ましたよね。来ましたね。何あれ、スポンジアネックス。なスポンジアネックスね。枕記事もいいとこじゃないですか。なんだ、こた記事。枕記事もいいとこじゃないですか。俺らスポーツ新聞にディスられましたからね。取材もなく。取材もなく。あれ、ちょっと、だめだよね。だめですね。スポンジアネックスの移籍記事とか、絶対信用しないほうがいい。いつもね、そうニチア出てきてもね、もう見もしないです、最近。あの 日刊スポーツにしようかあそうですねトースポはどうなんですかねトースポはまあ僕はプロレス,スプロレス記事は信用できる <laughs> 昔トースポでカエルから人間生まれるって記事がトップになってすねなトースポ <laughs> ジー事実しか載ってないすげえな <laughs> もう完全になんかもうゴシップのね、うん、あのエンタメとして見るのはだったら僕はいいなと思いますけどねスポニチアネックスには気をつけてください、ね、気をつけてください、はいうん、で まあ、取材しないで書くのがおかしいんだよ、ね、いや本当っすよ。別に取材拒否なんかしないし。うん、いいかな。電話一本してくれよ、ね。僕も電話にならなかったっすから。ね。こういう薄い、薄く印象操作して、うん、世論を操作するみたいなことにたけてるのが左側、うん。なるほどね、うん。僕らは1年かけて跳ね返したじゃないですか。そうですね。もう行ってこないし、うん、もう僕は全部監視してるんで、出てきそうな人は。<laughs> <laughs> <laughs> 出てきたら何倍も言い返すわけですよ。そうしないと危ねえのよ、マジで。そうですね。裏でなんか言ってくるから。確かにね。そう。本当ですね。で、それと、それと2択を全然僕ら相手雑魚だ。まあ規模は超ちっちゃいですけど、確かにね、そう言われてみればそうですね。相手は別にお金もらってないし、せいぜい WE リーグのチェアマンがイベントに来るぐらい。なるほど。そこからお金は出ないからね。 で本が出るときにその予告が出て発売中止まで持っていけるかと思いきやここが最高に面白いのがこの事件によってアニメーターの扱い中止とかその前後の脅迫が出ることによって予約殺到なんんですよ注目浴びただめちゃくちゃネガティブプロモーションしちゃったんですよ。左からするとそそそうううはい 確かに<う>まあでも僕もそれで今知りましたしねだってもう脅迫しちゃってるから、うん、明らかに脅迫は悪ですよね、うん、犯人がいるわけですよねどんな正しい理由があっても、うん、まあ一企業に対して人を殺すぞというここをすることは許されることには絶対にない、うんうん、にです えー、それをやってるやつが相手ってことはひまそらさんが正しいんじゃないですかみたいな気になっちゃいますよねでもそういうことをするとこまで追い詰められているんだと思いますね。なるほどこれ,これがだから今ものすごい時間かかったんだけど、うん、これが今世の中で起きている日本の社会を、うん、まあ左と右がついて戦うっていうものがネットの中で、うん、ネット社会の中で。 それが見えてきてでも昔の左と右では全然ないんですよねなんとなくその日本の文化を昔のままにしたい昭和みたいにコンテンツがどんどんできていくようにしたいか潰していって自分たちの思想に塗りつかけたい左って革新って言うんですけど今あるものを変えて新しいものにしたいっていうのが革新なんですよね革新じゃないですかそれが基本共産主義だったんです昔はね 今はなんか何かわかんないけどこの人たちがすごくやりやすいような枠組みあれも人権侵害ですね人権侵害の話だったらこの人に聞きに行きましょうギャラが出ますみたいなそういう構造があって僕はこの放送めちゃくちゃ下品に喋ってるんですけど天下の話もしましたしそれは俺はこっちの方が面白いと思うんですよ。 だから居酒屋トークもそうじゃないですかそうですねうん。やこの人の話めちゃくちゃつまんないからねうん。なるほどねうん。教養としてそれを得たいと思う人は別にそういう話上級は別よ上野千鶴子とかめちゃくちゃ面白いですよめちゃくちゃ面白いですもうみんな僕らゼミで一緒になったりもしたんで僕東大文学部だったから上野千鶴子社会学の王将でたまにあのなんか共同ゼミみたいなのがあってみんな院生とかが うへーってなった。うへーってなっそうなんだ。上野さんがさーっつってね。勝てないから。最強の生き物だから、上野静子っていうのは。すげえ。プロレスラーとしたらもう、ハルク・ホーガンがまだ現役でやってるみたいな感じの超人です。超人なの。めちゃくちゃ強い。というわけで、ネトゲ戦記、概要欄で一応載っけときますけど。 なんだろうね、やっぱ読みたくなっちゃうよね。読みたくなっちゃいます。俺初版予約してないんだよ。なんかちょっとそこは僕の興味と違うかなと思ったけど、うん、この件でやっぱ買わなきゃって気になっちゃったんですよね。うん、別に僕、ひまそらさん追ってるけど、うん、ファンとか友達とかじゃないんで、本を買うとか、寄付もしたこと一切ないですし、コンテンツ見るぐらいですよね。うん ま、寄付できない理由は金がないっていう、その一点に尽きるからさ。<laughs> ス,<ル> <laughs> スパチャも5000円以上じゃな読んでくれないんでね。あ,あそうなんですね<う>、うん、5000円なんか出せませんよ。そっか。うん、うん、だから、売れるでしょうね。売れるでしょうね。売れる下地を作っちゃいましたね。うんで、初版予約がもう売り切れ。ええー。 何部吸ったかだけど、どうかな、角川だから、ビッグロットですれる。いや、5000じゃないでしょうね。1万とか吸ってんじゃないで、1万、5万は吸らないだよね、新人作家だからね。確かに1万ぐらい吸ってるかもしれないですね。1万、仮にね、ちょっと角川の仕組み全然わかんないんですけど、角川の編集者さんで、うちで喋りたい人がいたらぜひね。 最強の出版社だ最強の出版社だ最弱の出版社私一応ニコ生の放送でワールドカップの解説してましたから、角川と縁もありましたから。あ、そうか。そう。はい、はい、確かに。それ以外の縁はないかな。ないですね。一方的に本を買わせていただいてるぐらいの縁ですよ。そうですね。あの、給料が5分の1になってもいい。 なくてもいい。はい、西川さ出版で本を作りたいと思っている角川の編集者はい,いませんから、ね。<や> <laughs> そんな志。<laughs> 高いって言っていたらわかんないけど。5分の1も出せないかもしれないね。<laughs> いくらなんだろうね、角川の。ね、本当っすね。ねえ、いくら、5分の1でも出せないね。うん、うん。無理、無理ですね。無理でした。<laughs> <laughs> はい。あのー、えっ、ー、と、何の話でしたっけそれで、角川初版,、はい、初版1万部として、うん 一万部かなどうかな一万部、一万部としてこれが初版出たとしたら、はい。うかだったらさらに一万部増刷するかもしれないですね。そうですね。そうするともう二万部確定でしょはい。だって予約だけで一万部だとして、仮に。あまあ店舗並んでないからね。でしょ店舗並ぶのは止めたいんだと思うんですよ。これね、表紙めちゃくちゃかっこいいんだよ。えー、そうなんですかめちゃくちゃかっこいいですよ、表紙が。やばい。いさすが。さすがですよ。クリエイターズもんね。もう、レベルが、 違う。かっこいい。ね。ネットゲームの字が切れてて。すげえ。ネットゲーム。ちょっと鳥肌立ちました、今。かっこいいでしょかっこいい。共同創業者の裏切り。<わ>会社を追放された彼による復讐の実話。実<は>めちゃくちゃかっこいい。かっこいいな。一般男性が最高裁で6億円を勝ち取るまでの実話。<す>売れるよ、これ。勉強嫌いで進学校を中退した彼は。 ネットゲームでその才能を開発するゲーム会社に就職しゲームクリエイターの道を歩み始めた彼時は流れソーシャルゲーム黎明期の2012年彼らのチームは所属する会社に見切りをつけベンチャー会社として独立する開発したゲームは大ヒットし起こした会社急成長をするが共同創業者の裏切りにより彼は会社を追放されてしまうすべてを失った彼はいかにして7年に及ぶ法廷闘争に勝利できたのかネトゲ戦記一般男性が最高裁で6億円を勝ち取るまでの実話です ややばばいいよよねこれれれしびますそはめちゃくちゃ面白そうなんだよね読みたいひまずさんのね自分で書いたやつは文章やっぱ下手っぴなんであの別に者がうまさとかないんですけどこれ編集者が相当やってますよ超読みやすいと思うようんうんうんの編集者なんかすごい優秀だからねねなぜか笑っちゃいましたそれぐらいすごいでしょでこれがいや d o k も出したら売るでしょ売れますよ これ最後に一番言いたかった一番の趣旨として言論は潰せないんですそうですねまず言論は自由っていうチープな知識でも言論の自由は国家に認められてるから仮にですよ今、日下沢さん逮捕するじゃないですか国家による言論弾圧ですよねそういう名誉毀損とかで捕まえるのはもう言論弾圧だよね逮捕する必要ないじゃん別にだからできない そこまでやると本当に誰かの責任になるから、はい、そこまで責任取れないと思うんですよ何かの方も。そ,ね、そこが実は弱さになってて、うん、緩やかに連帯してるんだけど、うん、誰だか分かんないから、うん、正面から退治できないですよ、うん、日村さんとは。 で日田さん常に正面に出てるから強いんですよそっかその何かとま言わ言われているものの代表者がいて僕は代表ですよっていうのはもしなね来てくればまた違うんでしょう一応ねあの裏ボスと言われてる人がいて、そうした元官僚で都知事選に出るかもみたいな話も出てたんだけど、まあもう出れないじゃないですか。ああなるほどまあやっぱそれは覚悟ですよね。僕らもあったじゃないですか。一堂さんが。一堂さん。はい。 有志一同さん一さんねあれもムカつだからねあれもだから誰か一人前に立ってそうそう私が一応代表してるあれも何か的なんですよ何か的あまあそうですか僕と誰も対峙してないのよで埋めましたけどねだからだけど暇沢さんはその相手がね裏ボスが自分と同レベルの相手だって言ってて。 その2人で戦略を、ね、練ってるんですよんでなんか行政の資料だったか忘れたんですけど、はい、出てきた資料があって、はい、あれこれいつもと書き方違うなとか今田さんが言ってたら、はい、そのええー、っけ情報がええー、っけメタ情報に作成者の名前が載っててその人だったんですよねへ、うん、えー、<laughs> 出てきたなっつって,てたんだ,だからそのメタ情報を取ったりとかロ、はい、グ取ったりっていうネットリテラシーが、うん ひばそらさん側は半端じゃなく高いそうですよねで都とかってほら行政ってできないじゃん <laughs> 手書きで書いてくださいとか多いじゃないですか <laughs> 多いですねだからそこがね、うん、あのこっちのネット側が有利なのと、うん、ネット側は集合値がすごくて、うん、あのみんなでそのも書類とか精査していくんだけどうん、うん 書類精査する人がノラの会計士とかノラの税理士とかノラの犯行鑑定士とか野生のやつがねいっぱい出てきてそそううすげえ強くてネットの集合値が国家による言ってみれば国民に対する搾取だと思いますよ、これもしそうならかもしれない疑惑があると。それを 集合地でネットの力でその集合したものが突き詰めていくって非常に面白いところだと思いますね、うん、そうですねなんか新しい戦い方じゃないですけど、うん、そうですね、うん、僕はもうこれはもう1年ずーっと1年以上かね1年ぐらいかちょうそうですね一年ぐらいだと思います、うん、でついでに民事裁判とかもすごい詳しくなったしね、うん、戦う力をもらった感じがしますよね やっぱ戦いから逃げるわけはいかないんで戦わなきゃいけない、うん、やっぱね国っていうのはそもそもね国民を搾取してくるんですリバイアさんっていう国っつうのはもうリバイアさんで災害みたいなもんだよねと<ー>国民にとってっていうのは昔から言ってるやつであるんですけど、うんうん、リバイアさん誰のほ、うん、まってリバイアさん本誰だか忘れたリバイ屋さんホップズだホップズっていう政治家がね政治思想家さん リヴァイアさんなんで、うん、それに対してネットで育った在野の選手たちが戦ってるしえまあひまどらさんのことを味方するって公言するのは極めて難しいんですよ、ね、相手はどこにいるかわからないんそうですねだけど寄付金がいくらでしたっけ ?1 億5000万、うん、しかも本は1万だと仮定して、うん、いやこれは10万部はいくよね、うん、俺100万部まであると思うよ おだってね予約だけで、ね、初版いってるわけだから100万部いったらもう出版界の歴史に残っちゃうんで、うん、結構今天下分け目の決戦が行われててそうなんだそうでこれ住民訴訟がどうなるかというのを私は、うん、私は見守らなきゃいけないんだけどしかも、うん、あのもちろんいろんな出版社漫画とかも出してますけど過度から、うん、こうライトノベルとかも出してるからそういうクリエーターとかの人たちも勇気がね要求をもたらせる。 ことになるんじゃないかなと思いますけどね。ちなみに相手側の弁護士は大体いつも同じ人なんですよ。あ、そうなんです。よう。神原弁護士って言って、まあ柴木太ってのやってた人ですよね。柴木太。なんでしょう。柴木太知らない。柴木太知らないのか。えっと大久保で差別発言ばっかりしてる集団がいたんですよ。あのま悪い右翼ですね。はい。僕も嫌いです。でそれが許せないって取り締まって柴行っていう柴木太っていうのもあった。柴もあったです。柴木太は僕はいいと思いますね。別にってかあのその。 実際にしばいたとかしばいてないとかいう話もなんかありましたけど別にそれはいいと思うんですけど、うんうん、結構そういうところからこの辺までつながってくるんで、うん、<ー>もうまあ弁護士ねその先生と、うんうん、セブンナイツと呼ばれる7人の弁護士がいて、うん。ほう これが議員会館を借り切って、ひまさらあかねという人物は、これリーガルハラスメントですよっていうのを言って、<laughs> リーガルハラスメントっていう用語を弁護士がいて、なんだそりゃっていうのがあって、<laughs> はい、そこに NHK とかみんな取材に来てたんですよね。議員会館で議員しか借りれないですよ。 うんでしょうね。そこで一般人男性飛馬砂川の叩くっていうのやったら、飛馬砂川さんのフォロワーが20万人ぐらい増えたんで、うん。<laughs> だから余計なことしないで、ちゃんと言論で戦う方がいいんですけど、除外ラン斗するために相手が強化されていくっていうね、なんか非常になんか面白い。うんまあ、確かに P.R. になりますからね。ねうん、すげえ、これプロレスっぽくないですか？確かにね。めちゃくちゃ面白くないですか？うんうん,うんうん。うん、それだから。 わかんないけど親日さえ大似たみたいに当てはめたり <laughs> 確かに <laughs> 大どうやって親日のリーグに上がるのかみたいな <laughs> で民主主義っていうのはこういうのが見えるところでやってぶつかられることが大事でひまささん間違ってましたねって結論になることは大いにあり得ると思うんですね、うんうん そそれははの時はもう間違っっててましたっていうこととでいいと思い思だからチェック機構が必要で、はい、国に任すことでとやっぱ駄目だし、うん、NPO に任すこともできない都にも任すこともできない、うん、ちゃんと市民が監視するっていうのは大事なんで、はい、もうこの関心持ってもらうのとがいいかなと。うん 確かにちなみにひまそらさんの最大の欠点を最後に紹介したいんですけど <laughs>、はい、彼はあの美食家なんですよ、はい、美いしいものが好きだって言って高級食材よく料理するんですけど、うん、めちゃくちゃ盛り付けが下手くそなんですよ。<laughs> <laughs> もうあのね、なんか,か、<laughs> もう自分で食べるからいいやみたいな感じのも、ちょっとあるんじゃないですかひまそらさん、これ、脳みそはびれてるけど、何の生き物ですかとか、あのも、もう、もう右も左も全員、何この気持ち悪いクイズ。そして手が上がるんですう食材の価値をゼロにする男とか。<laughs> <laughs> <laughs> この時だけはね、あの、右も左もアンチひまそらになるっていう <laughs> めちゃくちゃ面白い。面白いですね。はい。 というわけでね、はい、ぜひあの、えー、中井戸うんだ事件についてはあの検索してもらえれば出てくると思うんでは <laughs> はいいいいよろししくお願い致します、はいはい、でチャンネル登録、ここまで聞いてくれた方は、はい、まあ,あの僕はサッカーの活動多いんですけど、うん、サッカー以外でもあのいろんな本の話とか社会問題の話とか、はい、このチャンネルでやっていこうと思うんで。うん ね、こういう話してほしいとかもリクエストいただけたらしようと思いますし、ぜひぜひ。こういう危険なやつはもうやらないと思いますけどね。<laughs> 基本的には。危険、危険でしょうね。<laughs> ネガティブコメント数えて遊びましょう。<laughs> そうですね、分かります。何個つくかな。どうだろう。どうかな。多分ね、ここまで聞かないですよ、そういう人は。うんうん,うんうんうん。ネガコメ言うためにコンテンツ聞くのは結構時間がかかりますよね。うん。時間というか、労力かかりますよね。はい、まああの 皆さんあの安全、快適なネットライフとは過ごしてですね、<laughs> はい、暇沢さんの本じゃなくていいんで、やっぱ本を読むと面白いから、いろんな本を読みましょうね、読んでくださいね。ねうん、はい僕のおすすめは、あの、キャバクラの闇って本当は怖いキャバクラだっけど。<laughs> <laughs> 本当は怖いキャバクラの話みたいな感じでしたそうそうあれはおすすめですね、キャバクラで追加料金を払ってビールを頼む気がなくなります、ね。<laughs> はい あとはあの面白かったのはあれですかね草加信也さんの,、はい、のめっちゃ大麻吸ってる体験が載ってる本です何、ね、て言ったらでしたっけな,んだっけなドラッグなんとかレポートだっけなドラッグレポートやってんなーっつって <laughs> <laughs> やってんなーって <laughs> はいぜひ,ぜひあの大麻をよろしくお願いいたします <laughs> いえいえ <laughs>